こんにちは、制限チャンネルです。今回は商品紹介してみたいと思います。今回紹介するのは、こちらになります。ノースイーグルの、ミニクリルになります。これすごく安くなってて、私は、900円弱ぐらいで買いました。今ちょっと値段見たら値段が戻ってて1800円ぐらいになってました。ソロ用の焼肉グリル、炭とかでやるちょうどいいかなと思って、安かったので買ってみました。では早速ですが、開封してみたいと思います。こちらが、本体になります。折りたたみにはならないみたいですね。あと、こんな感じで炭受けと網ですかね、がついてました。これが足になってますね。これを炭受け入れて、あとこんな感じで、網を乗せて出来上がるという感じですね。すごくコンパクトで、いいと思います。もう値段がベラボーに安い、900円弱なので、バリも、ちゃんとやられてるんで、ちょっと角とかちょっと痛いですけど、バリもそれなりにちゃんと研磨されてるんで悪くないと思います。完全にこの辺が折りたためない分、ちょっとこの大きさで、若干かさばるんですけれども、この抜群のコスパの良さですね。これは魅力ですね。いつかこれでちょっと焼肉焼いてみたいと思います。ということで、今回は、ノースイーグルのミニグリルのご紹介でした。それではありがとうございました。